ちは、今日もセクシーにゆとせいろです。というわけでですね、はい、少し前にツイッターでご紹介したんですけれども、買っちゃいました。こちらはですね、1合炊きの炊飯土鍋です。ちょっと何度か動画でもおむすびを作るという動画をご紹介したんですけれども、やっぱりね、毎回炊飯をねすると、私も一人暮らしでそんなにものすごく食べるわけではないので、結構ね、毎日2合ずつ、ほらというわけでですね、私もやっぱり一人暮らしなので、毎回2合ずつ炊くとちょっとずつお米がね余っていくわけですよ。で、1合だけで簡単にこれが好きなのか、すごいスリスリしてるじゃないか、メル。これやっぱ1合だけで炊飯を家の夢、1合だけで炊飯ができるというのが魅力だなというのと、さらにこちら土鍋というところと、電子レンジでも火でも両方できるんですよ。大好きじゃないか、メル。というわけでね、早速今日はこちらを開けてお米を炊いていきたいと思います。あー、すごい、こんな中はレシピブックとかもついてますね。うわ、便利。これやってみようかな。おかゆ、お赤飯、玄米ご飯、炊き込みご飯と、これレシピブックもついてます。あ、すごい、本当にちゃんとした土鍋だ。それは土鍋って書いてあるからそうなんだけどさ、電子レンジ対応って書いてあるから、すごーい。すごい、ちょっとめっちゃ全然見えないからね、そこにいると本当に大きだ。あ、すごい、そこには入れないと思うよ、メル。おもてなし和食炊飯土鍋1合炊きの特徴、ガスコンロおよび電子レンジでご飯が炊ける炊飯土鍋。大好きだな、一人で遊んでてよ。見えないと思うよ。こんな本当にちゃんと土鍋ですね。すごい、ちゃんとした土鍋だ。ちょっとこちらで今日は電子レンジで対応できるということなので、やっていきたいと思います。今日のお米はその辺に売ってる無洗米洗わずに炊けるコシヒカリです。この前いつもお世話になっているクライアント様たちと一緒にキャンプに行ったんですけど、その時の余りです。お米もらって帰ってきちゃいました。ありがとうございます、美味しくいただきます。あれですね、メモリとかは中についていないので、炊くときはちょっとコツがいるやつですね。今お米を入りました。ここに212ml、美味しくお米を炊く場合は水道水じゃないで普通に浄水を入れてください。こうやってお水を入れて、こちら中蓋です。中蓋を閉めて、ダブルで閉めます。お米の感じがもう明らかに普通にこう炊飯釜で、下手な炊飯器で炊くよりも一粒一粒がツヤツヤと立って光ってますね。これだっていいお米じゃないんだよね。昨日ね、エゴマの醤油漬けを作ったんですよ。エゴマの醤油漬け、エゴマの葉ってあるじゃん、あれ東京ではあんまり売ってないんだけど、
エゴマを醤油漬けで、お醤油とごまと七味とごま油とみりんとコチュジャンかなを混ぜ合わせたものに漬け込んだもの、エゴマの醤油漬けです。これがね、もうご飯何杯でも進んじゃうんですよ。というわけで今日はちょっとおむすびにエゴマの醤油漬けをちょっと巻きたいなと。うわー、美味しそう、超美味しそう。味がしっかりとついているので、おむすび1個に対して1枚で十分だと思います。おいしそう。はい、今日はこちらを食べていきたいと思います。エゴマの醤油漬けおむすびです。早速食べていきたいと思います。今日はですね、昨日結構たくさん仕込んで、なんかサラダというかお野菜の漬物を作りました。これは上からかけてる漬けだれとお野菜の漬物が別なんですけど、まず人参とナスときゅうり、これをざく切りにしたものにお酢とかつおだしとごま油を揉み込んで浅漬けを作ってます。その浅漬けにさらにドレッシング作ったんですけど、きゅうりをみじん切りにしたものとオクラを細かく叩いたものと、あと生姜をみじん切りにしたもの、これを混ぜ合わせてめんつゆとごまとみりんを混ぜ合わせて、あとトマトも入れて、トマトもぶつ切りにしたものを混ぜ合わせて、結構味が濃いんですよね。でもすごい、それに例えばおうどんを炒めて絡ませたりとか、漬けだれもかけるだけで何でもご飯もいけちゃうし、麺類もいけちゃうし、お野菜もいけちゃうみたいなやつを結構私夏場作るんですけど、そんなもうとこちらですね。美味しそう、いただきます。ちょっとまずはうまっ、すっごい美味しい。めちゃくちゃ美味しい。あと結婚するだけじゃない私。はい、いきます、いただきます。あー、美味しそう。すっごい久しぶりにエゴマの醤油漬け作った。エゴマ本当に東京店員だから、ご飯すごいね。これもう本当にね、一粒一粒ピッカピカ、ふっくらでピッカピカ立ってる。すっごい美味しそう。もうね、炊飯器で普段炊いてるお米とは全然違いますね。いただきます。お米も全然違う。あ、やっぱり土鍋いいですね。お米ってさ、よくさ、どこの品種のお米がいいですかとか聞かれるんだけど、ぶっちゃけね、お米の品種こだわるよりも炊飯釜とか炊飯するものにお金をかけた方がいいと私は思っていて、結構違うからね。その辺に売ってる5000円ぐらいの安いやつと、個人的にはやっぱりガス釜が一番美味しく炊き上がれます。ガス釜はね、時間が経っても水分が抜けにくいのよ。電子釜とかだと、もう一気に蒸気がこもって、開けた瞬間に一気に水蒸気がバーって飛んでしまうので、炊けた瞬間からのお米の劣化スピードがすごく速いんですよね。だからあんまり電子釜で炊いたお米を次の日に持ち越したりとか、お弁当に持ってくっていうちょっともったいないなっていう気がしてしまうんだけど、あ、これすごい。これね、絶対時間経っても大丈夫。
お米の出し方すごいもん。今日使ってるお米さ、そんな言うほど美味しくないの？無洗米、その日に売ってるスーパーとかで。え、これすごい。え、この釜めちゃくちゃ良くない？これあればさ、だって強火いらないよ。本当にお料理こだわる人とか炊飯器で炊かないからね。ごま全然おいしいもん。圧力鍋とかで炊いた方がお米の立ち方も全然違うし、ふっくら度合いとか仕上がりも全然違う。お値段的にも2,000円くらいかな。全然高くないんですよ。ただまあ1合炊き用だから本当になんか一人暮らし向けになっちゃうんだけど、でも1合炊きでも1回1回炊くことを考えれば、あ、めっちゃ簡単。てか美味しすぎだ。普通に婚活始めましたみたいな感じなんだけど、ぶっちゃけね、本当にぶっちゃけ全然焦ってないのよ。なんか寂しいなとか恋人欲しいなとか、今ちょっと一応フリーなんですけど、恋人欲しいなとか、なんかそういうのも別になくて、感覚的に。でなんなら、なんかまあちょっと有料ノートでチラッと出してたけど、ちょっと気になる人とかがいたりして、でもなんかさ、29歳っていう年をふと思い出したの。私こんな自由人みたいな生活してるし、だって本当にさ、ぶっちゃけね、普通に結婚してみたいな感じだったら、普通に就職してさ、そんな自由に生きてない方が絶対結婚の道は近いじゃんって思う。私はもちろんどこに道にいたって結婚するとは失礼しないとはしないけど、でもなんか29っていう年でさ、こんなに自由に生きててさ、ちょっとこう気になる男性ができたりとかさ、したりして、私ね、なんかそんなにこう結構自分が警戒心が強い、性格的に実はね、変な人ばっかり寄ってくるんだけど、意外と警戒心が強い。人並みに恋愛経験はあるんだけど、別に心をすごい許してるみたいなことはまたちょっと違うんだよね。どっちかっていうと告白されて嫌いじゃないから付き合うみたいなことの方がすごい多かったし、でそれによって自分から好きになるっていうことがあんまないくてさ、なんか29ぐらいの年齢になるとさ、恋愛だけに時間を費やしてるわけじゃないし、いろんなことがあるじゃないみんな。こういう中で振り向いてもらえるかどうかもわからない恋に走るのちょっと難しいよね。まあ物事サクサク決めたい派だからね私。あ、でも恋愛したくない。これはもうおのおのの性格によるけど、私あんまり恋愛好きじゃなくて、これ多分女性だったら感覚が分かる人いると思うんだけど、なんか恋愛をしたくないから恋愛をするっていう、なんか嫌なのよ。恋の駆け引きとか片思いとか好かれるとか、なんかやっぱりさ、こう人間関係ってすごいさ、人間のさ9割くらいの悩みは人間関係っていうくらいだから、普通に付き合ってるっていう段階の人じゃなくても悩みってすごい生まれるわけじゃん。でもお付き合いをしてるとか、そういうレベルの人にお付き合いするとか、お付き合いしそうとか、恋絡みになるとなお普段の日常生活に起こる人間関係よりも悩みのカロリーがでかいんだよね。その
私結構さ、人間関係ってさ悩んでもしょうがないと思ってるから、だってさ自分の意思でどうこうなるもんじゃないじゃん。相手にもやっぱりこう感性とか好き嫌いがあるわけだから、性格とかね、私一人がこう努力してどうとかそういう話ではないと思う。もう一人の相手がいる以上はどうなるかわからないっていう不確定要素として悩まなきゃいけないから、そのねカロリーがめんどくさいっていうか結構ストレスなんだよね私。だからそういうことに悩みたくないからもうなんか言ってほしい。言ってるとさ誘い断るのも楽なんだよねだけた部分もあるけど、あと男と女だと余計さ気使うじゃん、誘うのもご飯行くのも気使わないっていう風に言う人いると思うんだけど、でもなんかこの人ならワンチャンありみたいな思ってる人じゃないと一緒にご飯行ったりしないっていう人が多いと思うんだよね、男女どっちにしろ。まあ、もちろんそれをカバーするためにおごってもらうとか、そういうただにメリットを感じるから一緒にご飯を行くっていうのが行くわけで、友達のままそれが成立し続けるって結構難しいと思うんだよね私はね。男女の友情は成立するか問題なんだけど、友達になったタイミングによる、大人になってから出会った男女は友達関係を成立させるのは難しいって思う。経験論になってしまうので、もちろん人にはよると思うんだけど、それがさこう明らかにさ仕事関係とかだと互いにメリットメリットが発生するから別で、それはでも友達じゃないじゃん。そうでもそういうなんか大人になる前に知り合った男女っていうのは男女の友情が成立するかなって私は思っている。ってかまあ実際いるからね、大人になってからの出会いが大変だよ、まあ、そういうの考えるのも嫌なんだよね。あ、美味しかった、超美味しかった、これねめっちゃおすすめです。おもてなし和食、炊飯電子レンジでも炊ける土鍋一合炊きです。いや普通の炊飯器よりも全然美味しいお米、びっくりしました。超おすすめです。というわけで